サービスがなければあのでこう出会えなかったような出会いを作っていく。それによってあの社会課題も解決していく。向き合い続けたからこそリクルートもすごく変化をしてきた、うん、期待して任す、ちょっと背伸びいけるかなっていうものをやっぱ機会として渡し続ける。年功序列は感じないですね、本当に、はい、両立に困らない制度がすごい整ってるのはある。家族との時間も私にとっては大事だし、でも自分らしいキャリアアップだって大事。それがちゃんとなんか制度風土としてできる。うーん、自立そしてチームで進化を体現できてる人だなっていうふうに思ってて、じゃあそれどんな人なのかなんですけど、まだここにない出会い、リクルート。